プティベルドは赤ワイン用のブドウ品種であり、主にボルドーワインの伝統的なブレンド用に用いられる。ボルドーで栽培される他の品種と比べて熟すのがはるかに遅く、時には生育が遅すぎるあまり風味を損ねることさえ、ボルドーでは起こりうる。十分に熟すと少量のブレンドでタでニンと色、香りをワインに加えることができる。 ニューワールドのワイン生産者でもプティベルドを栽培しようとする者はおり、そこではより理想的な状態までこなさせて単一品種ワインに仕上げられることもある。カベルネソービニオンにブレンドし、中間の味わいを引き締めるためにも用いられる。プティベルドはカベルネソービニオンよりも前に生まれたと考えられているが、起源ははっきりしない。18世紀には記録が残っているが、 その記載によれば、ジロンド県よりも温暖な地域で生まれたことが示唆される。親の打ち片方法は、トゥルソー、もう片方は、ドゥラスというトゥールーズに近いタルン川上流域の品種である。これらの品種はともに、ローマ人によって地中海地域から内陸部にもたらされた可能性がある。プティベルドの葉。アルゼンチンには、プティベルドが栽培されている区画が存在するが、長年、 フェールという品種だとされていた。プティベルドはジェームズ・バズビーが1832年に持ち込んだ品種の中に含まれており、ウィリアム・マッカーサー教によって1840年代に試験的に栽培されていた。2000年の栽培面積は1600ヘクタールであり、フランスの4倍以上を誇る。南オーストラリアのキングストンエステートにおいて最も栽培面積が大きい。また、 徐々に、ボディが強く陰性な単一品種ワインが、生み出されるようになっており、これは4から5年間の熟成により、品質が向上しうる。ピラミマは、このようなワイン作りで、最も成功しており、ワールンバングルワインズは、熟成を経たワインのみを販売することで、この品種の、熟成に対するポテンシャルを強調している。2003年において、チリでは137ヘクタールの栽培例がある。 トスカーナ州のマレンマやラツヨ州で栽培されることがある。フランスでの栽培地域はほぼボルドーに限られ、中でもメドックが主要な栽培地である。ここでは、伝統的なボルドーブレンドのワインを作る際に、ワインに骨格を与える目的で少量をブレンドするのに使われる。しかし、熟すのが遅いために年によってはほとんど収穫できないこともあり、 適度に熟すのは4年に一度に過ぎないとされる。そのため香りを損ねることもあり、とりわけ近年の早飲みタイプのワインで顕著である。1から3%程度がブレンドされることが多いが、メルローの使用比率が高いシャトーパルメでは味を引き締める意味で6%以上ブレンドされることもある。高間ワイナリーのドンマニュエル。プティベルド100%で作られている。南部のイカ県で栽培されている。 この地域は砂漠気候であるため、プティベルドの単一品種ワインの生産が可能となっている。高間ワイナリーのフラッグシップワインであるドンマニュエルも単一品種で作られる。ポルトガルではアレンテージョ地方で栽培例があり、この地域の気候と相まって良質なワインが産出される。カリフォルニアではメリタージュと呼ばれるボルドーブレンドのワインが多く作られるため、 この品種に対する関心も高く、2003年時点で360ヘクタールの栽培面積がある。加えて、温暖な気候のためブドウが熟しやすいことが、プティベルドの栽培に向くため、単一品種ワインにも使われるようになってきている。アリゾナ州、コロラド州、オレゴン州、テキサス州、バージニア州、ミズーリ州、ノースカロライナ州、ニュージャージー州、ロングアイランド島、 ニューヨーク州、ニューメキシコ州、ワシントン州でも栽培されている。ここで挙げた国々以外でも、カナダのブリティシュコロンビア州やニュージーランド、南アフリカ、スペイン等で、ボルドースタイルのワインを作るときのブレンド用に使われている。ブトン、カルメラン、エラン、ランブルスクのワール、プティベルドー、プティベルドのワール、ベルド、ベルドルージュとも呼ばれる。ワイン用ブド品種の一覧ボルドワイン。 ABCDEF ロビンソンジャニュシスザオックスフォードコンパニオンツーワインサードエディションオックスフォードユニバーシティプレス ISBN 0から19から86万990から6 AB グレイプスワインズオブザワールドザステートライブラリーオブサウスオーストラリアグッポボックス419アデレード SA 5001ラドンローズマリー2007年4月30日閲覧 ダン、マニュエルプティバードット。トコマ、2017年2月21日閲覧。2012プティバードット。シンエステートビンアーズ、2017年2月3日、閲覧。ありがとうございます。